話になるんですけれども、理由としては、外科手術をする前に、気管切開をするべきだと思ってるんですね。で、旧来は気管切開は嚥下機能を悪くするというふうに言われていたので、嚥下障害のある人に気管切開だけをするっていうことは、もともとはないんです。ところが、気管切開の使い方をマスターしてくると、気管切開するだけで、気管咽頭分離術と同じくらいの効果が期待できるような、手技もあるんですね。で、したがって、気管切開をまずやって、それで改善するかどうか、それで改善しない、あるいはそれでは不十分だというときに、さらに踏み込んで、外科手術にするというふうに考えていくと、なんだろう、自前でできるとか、あるいは気管切開だけだったら、よほど全身状態が悪くてもできちゃうんですよね。で、そういう適応範囲が広がる、高度の低用の人とか、基礎疾患が大変で、全身麻酔どころではないという人たちも救命できるということでは、気管切開の使い方をしっかり知るということはとても大事だと思いますね。で、前回はその空気の流れ方についてを中心にやっていきましたけれども、今回は機械の方、機関加入でそのものの話をしていきます。機関加入ですけれども、分類としては、カフですね。気管加入を固定して抜けにくくする。あと、気管切開より上と下の空間を分離するためにある風船ですね。この花粉、風船があるのかないのかということで2種類に分かれます。さらに、花粉の上側から吸引する機能があるのかないのかでも2つに分かれます。花粉の上っていうのは、声門のところから入ってきたものがあるとしたら、唾液誤嚥だとかあると、花粉の上のところまで流れてきて止まるわけですね。つまり端っこなんですよ。端っこのことを毛端、盲腸の毛ですね。毛端って言うんですけども、盲腸炎とかあるように、その端っこのところっていうのは、だいたい汚いものがたまるんですよね。汚いものがたまるってことは炎症とか起こりやすいので、毛端のままにしておくっていうのはよろしくない。そのため、花粉を膨らませるんだったら、その上からにあるものをどうやって処理するかっていうことが考えなきゃいけないところですね。そのために吸引管があったりします。で、次の3つ目の分類としては、一重管なのか二重管なのか。一重管っていうのは普通に管が1個入ってるだけで、二重管っていうのはその中にもう1個管が入ってるというタイプですね。で、さらに特殊なカニューレというのがあります。で、ちょっとこのあたりを考えてみます。カフについての意義なんですけれども、人工呼吸中だとすると、基本はもう花粉ないと、人工呼吸で圧力をかけても、花粉が膨らんでないと、圧力はどんどん咽頭の方に逃げてしまう。空気を流し込んでも、咽頭の方に空気が流れて出てしまいますので、人工呼吸が不能なんですよね。なので、人工呼吸をする上では、花粉は必要不可欠。で、例えば ALS の人とかで、花粉をちょっと緩めて、隙間からみ、あの空気が漏れるようにすることで、声を発声、あの出せるようにするとかしますけれども、あれも完全に花粉を、拒絶させてしまうと、それどころではなくて、呼吸ができなくなっちゃうので、基本的には肺を膨らませるだけの圧力はかけつつ、その一部の空気を逃がすというやり方になりますね。で、誤嚥物の流入を軽減させるということが、花粉の意義としては考えられています。上から流れてきても、花粉の上で一回止まると。で、もう一つが、カニューレ位置の固定。花粉のないカニューレっていうのは、そのままにしとくと、スポスポ抜けちゃいますよね。そのため、外側で紐で止めたりしますけども、それでも、ちょっとした刺激でこう抜けちゃってることもあります。これは花粉が膨らんでると、膨らんでるところでの摩擦があることと、穴のところから出てこないだけの大きさの風船の膨らみ方になっていれば抜けてこないので、
まあ、脱落を防止することができる。で、このカフの意義3つあるんですけれども、この中で誤嚥物流入の軽減というのが、まあ、従来考えられてたんですが、誤嚥物があったときに、カフが単に膨らんでるだけだと困ることっていうのは、なんだろずっと溜まっていくだけで、そこからの排出ができないう。そうなんでだよすかね。ね。人によっては VE とかで見ると、正門の下までも完全に埋まってるケースもあるんですね。で、さらに花粉を膨らませたときに、パンパンに圧力かけて膨らませれれば、隙間もなくなって、誤嚥防止できるかもしれないんですが、カフェアを入れるときに、毛細血管圧を超えて圧力をかけてしまうと、まあ、毛細血管管流が途絶してしまって、粘膜壊死が起きてくるので、まあ、かなり弱い圧力しかかけられない。毛細血管っていうのはこう、抑えたときに白くなるような圧力だともうダメなんですね。こう皮膚とかこう抑えて、白くならない程度の圧力しかかけられないので、これはもう、隙間、開きっぱなしみたいなもんなんですよ。案外、もともと隙間あるんですよ。ってなると、どうなるのか。それが次の、角上吸引の意義になってくるんですね。正門腸から流入してくる誤嚥物っていうのは、カフと粘膜の間から、まあ、流れ落ちるくらいの低粘性のものも多い。唾液、小液性唾液とかね、水分だとか、そういったものはもう、つるつる通ります。もうびっくりするぐらい、全くストップしないで通ると言ってもいいぐらい。で、しかも、角上で、高粘性のものは止まる。ですね、ネバネバしたのはカフの隙間をすぐには通っていかないので、一回溜まって、で、そこで菌が増殖するんだよね。そうすると、咽頭から先のところで、カフの上で菌が増殖した粘性の高いものが充満しているところを、低粘性の小液性唾液だとか水分が通過しながら菌を拾っていって、で、そのまま気管に流入していくわけですね。なんで、こういう気管切開してる人が咳込んで、気管切開口から噴出するものって結構汚い。クリーム色だったり、なんか灰色っぽかったり。あれ、唾液が多いんですけれども、それだけ汚染されて入ってくるんですね。で、低粘性のものを吸引する目的で、角上吸引器が、まあ、使われています。ただ、山本君、角上の吸引チューブって細いよね。なので、高粘性のもの吸えないんですよ。でも、カフの上にあるのは高粘性、低粘性。米製高で粘す性だね。よね。低粘性のもう誤嚥しちゃってますもんね。そうすると、拡張から吸引しようと思って、キューってこう、陰圧かけても、なかなか出てこない。それはそうなんですよね。もう相当の高粘性のものになってますので。で、そうすると、角上のこの吸引チューブから吸引するってことを考えて、吸引して吸えなかったからといって、そこに物がないとは限らないわけですね。うん。で、そこで僕らが考えたのが、吸ってダメなら押してみようということで、花粉症のこのルートから空気を送り込んで、で、花粉の上から正門を越えて、咽頭の方に押し戻すということを始めていて、かなり効果があります。実績もかなり出ています。まあ、もともとこの花粉症のチューブっていうのは空気を送るために作られたとされていますので、まあ、考え方としては元々のことをやっていることと、あと、ここに空気を取ることで、モーターじゃなくて、まあ、物が通過していく途中ってことになるのだから、汚染が、軽減しやすいんだよね。まあ、ここが花粉症早期のスタート地点ってことになります。で、まあ、高粘性のものが詰まるんだけども、高粘性のものしかないんだよっていうことを、
覚えておくと、卓上送金っていうのは何のためにやるのかっていうことがはっきり分かってくると思います。さて、次に一中間、二中間。山本君、一中間、二中間、両方見たことあるか？ないです。普通のこう、一中の管のは見たことある。見たことあります。うん。で、その中にもう一個管が入るタイプっていうのはあんまり見たことないかないです。な。うん。そうかもしれない。僕はあんまりね、二重管使わないので、でもまあ、二重管っていうのも、転換して、転院とか転換してきたばっかりの時には入ってることがあるので、そのうち見ると思います。一重管っていうのは、入ってる管の中に、一つ分の管の太さしかないから、言ってみれば、台形と差があるのは、壁の厚さの分だけなので、最大の太さが、まあ、担保できるっていうのが一中管なんですよね。で、管の中っていうのは、細ければ細いほど詰まりやすくなってくるので、できるだけ太くあってくれた方が詰まりにくくなる。ということで、まあ、一中管っていうのは詰まりにくいっていうのがいいところ。で、先に二重管の話しますね。で、二重管っていうのは、その太い管の中にもう一個管を入れるので、その太い管と内側の管の間の隙間の分と、内側の管の厚みの分、さらに内径が狭くなるんですね。ところが、そうやって二重管にしとくと、いいところは、その管の中が詰まった時に、スルッと抜けば、その詰まりごと管を取っ払うことができる。で、洗ってもう一回入れるとか、別のものを入れるとかすれば、詰まりをね、なんとかしようってことを、人の体にくっついたままで頑張らなくても、なんとかなっていうのがいいところ。で、一方で、それぞれに弱点があって、それは、それぞれの一中間、二中間の違う方を選択した時の、利点っていうのが、まあ、弱点になってる。なんで、一重管っていうのは、詰まりにくいんだけど、詰まってしまうと大変になる。一重管の場合、まあ、詰まりっていうのは、これ、空気の流れが弱いところに、まあ、汚染物がついて、そこに、張り付いて、乾燥してきて、剥がれにくくなってるんですね。で、そういう、管の中に盛り上がってるところがあると、その盛り上がってるところの影っていうのはまた空気の流れが悪いところになるので、そこに唾とか汚染物が溜まってて、またそこで、っていうふうにして、だん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 盛り上がってくるんですね。で、その盛り上がってくるスピードを考えたときに、まあ、詰まりきる前に交換できればいいんだけれども、それが、適切なタイミングで交換してなかったりすると、あるいは、痰とか、高粘性のものが多量に、まあ、こう、排出されるような状況になっていると、詰まるまでの期間が、早くなってしまうので、まあ、一週間であっても数日で詰まってしまうということは、稀ではない。で、二週間の場合、逆にですね、内腔がすごい狭いので、内側の管の内腔っていうんですよね。内側の、管の内側が狭いもんだから、詰まり始めると一気に詰まる。入れて数時間で詰まるってことも稀ではないです。なんで、常にこう交換できるぐらいのつもりでいないと窒息させてしまうことがあるので、特にそういう高粘性のものが出てるような場合には、それこそ一気にスポンってはまって終わりってことがあるのでね。痰が排出できないんだよね。で、そういうことを考えると、まあ、二重管だから大丈夫ってことも、一重管だから大丈夫ってこともなくて、まあ、常に、観察が必要ということですね。で、特に汚染物だとか、痰の排出があるようなケースでは、まあ、相当、注意してみないと、窒息事故につながってしまうということですね。もう、
なので大変なんですよ。保護不全とかで来た人なんかだと、汚染物がどん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 誤嚥されていくので、肺炎が、感染肺炎がひどくって、そういうのが排出されるんだけど、それが詰まっちゃうから、もう毎日のようにカニューレ交換しないといけなかったりして、非常に大変です。ただ、そういう人たちでもちゃんと炎症をコントロールしてあげれば、長期間カニューレの、留置ができるようになりますね。そこまでを、やっていく担当というか、リハビリテーションというのも大事になってきます。このように、管の、タイプだとか、カフのありなしだとか、角状の吸引チューブがあるかどうかで、大雑把に分けることができます。さて、実際の加入で見てみましょう。硬腱ネオフレスの単管タイプですね。これが空気を送り込んで、カフを膨らませるためのルートです。で、こっちはカフの上から吸引したり、想起したりするためのルートですね。で、この管が一重っていうのが、特徴になります。これ見たことある？ はい、硬腱ネオフレスの腹管タイプ。基本は同じ形なんですが、ここに内側の管を外した状態で置いてあります。この中にね、この内臓が通過して入るわけですね。なんで、この太さに比べると細いでしょ。細いんだけども、ちまちま交換しながら、内側が詰まったのをなんとかするっていうのが、この一貫体ですね。で、これ、スピーチカニューレ。カフない。で、これ一方弁。一方弁は息を吸ったときに空気が通るようになってて、息を吐くときにこの一方弁が閉まって、ここから空気が出ていかない。そうすると、どこから行くかというと、咽頭後頭の方に流れて出る。で、よくあるって、たまにニュースになったりするのが、この一方弁をカフ付きカニューレにつけちゃう。そうすると、息は吸うときにはこれ開くんだよね。そうすると、息は吸える。息は吐けないですね。ここも閉じてるし、ここにもカフがあるんで、吸えるけど吐けないっていう状態になって、で、吸って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 でも、これ窒息するんですね。そういう状態になることがあるので、一方弁を使うときには、必ず、気管切開以外のところから空気が出ていく場所があることを絶対確認するということが大事になります。レティナ、ここの治療で対応されますね。で、レティナカニューレというのは、これ、管がまっすぐなんですよ。で、こっちが外側で、こっちの羽開いてるところが内側なんです。で、この管と羽のところはすごく柔らかいシリコンでできてます。で、くねくねと変形します。で、力が、こう、くしゃってやっても力外すと、この元の形に戻るんですけれども。なので、この羽を畳んで入れてあげて、内側で開かせることで抜けなくするっていうのが、このレティナの考え方です。で、まっすぐだけなので、いいところとしては、汚染物がくっついてたら、目視できる。内側が詰まりかけてたら目視できるので、なんとかして剥がして通過させてあげることもしやすいっていうのがいいところ。で、悪いところとしては、内側に入ってるところが、結局、くにゃくにゃの柔らかいものなので、手がパーンと当たったり、すると、もう外れちゃう。ということで、非常に外れやすいというのが問題になります。普通に、こう、ブラブラしてるぐらいでは絶対外れないんだけど、外力がこうあると非常に外れやすいというのがこのレッダー。で、またここは硬いんですけど、ここのところに一方弁をつけることで、先ほどのスピーチカニューレのような、
働きを期待できます。で、レティノの場合は、スピーチカヌーレに比べて、ここの管の長さが短いものですから、管が短いってことは抵抗が少ないっていうことになるので、息をするときの抵抗が少ないのでね、非常にスムースに息が吸える。さらに息吐くときに内側の管があると、そこが抵抗になって息を吐くときにもスピードが落ちるんですけれども、これ内側の管があんまりないので、息吐くときの抵抗が少なくって、まあ、声を出したりするときにも、スピーチカヌーレよりも、レティナカヌーレの方が綺麗な声が出ることが多いです。ただし、ここの外側が硬いんでね。硬いことによって起こってくる問題点、最近の患者さんで経験してない？見たこと、見てないか？でないです。すみません。引っかかりやすいのよ。何かの折に手が引っかかるとか、こう対抗したりした時に引っかかるとか、硬いところっていうのは引っかかるとそのまま持ってかれちゃうので、ほんと抜けやすいっていう問題があるんですね。で、抜けないようにするためにここにレティナフレームっていうのをつけて、まあ紐がつけられるようになってて、その紐で首のところに回してこう固定することで抜けないようにするっていう考え方もあるんだけど、それやるとかえって抜けます、残念ながら。レティナが抜けるのって、首こう曲げただけでも、気管こう、先にお肉が寄ってくると、気管孔が深くなるんだよね。深くなると、レティナの内側に入ってる羽が畳まれちゃって、その段階で、こう、引っかかる、あるいは咳したりするだけで、つるっと抜けちゃったりするので、これ固定の問題じゃないんですね。さらに固定してしまう、紐をつけちゃうと、紐によって首って気管切開口よりも上側にあるので、上に向かってこう引っ張り上げる力がかかっちゃって、レティナが下側からこうめくれるようにして抜ける力がかかっちゃって、咳しなくても首前に曲げるだけで抜けたりするんですよ。なので、あまりね、固定をするっていうふうに考えない方がいい。むしろ首が前に行ったとき、首曲げたりしたときに、お肉が寄ってきても、レティナの長さが足りるように、ちょっと長めのレティナ入れてあげる方が抜けないんです。まあ、そんなところを知っておくといいですね。で、ここでもう一つ、開口部レティナっていうのがあります。これ外側まで柔らかいです。外側まで柔らかいので、こう、手がちょっと引っかかりかけても、ふにゅんってこう、避けてくれたりするので、で、また薄いでしょ、外側が。なんで、あんまりね、出っ張りがない分、引っかかりにくくて、これ結構抜けにくいんですね。単に、その、気管切開口を保持すればいいだけであれば、この開口部レティナっていうのはかなり効果が高い。で、ここに一方弁をはめ込むこともできます。真ん中が出っ張ってるタイプの一方弁があって、それをその出っ張ってるところをこの真ん中の穴にはめるんだけど、だから注意した方がいいのは、このその場合、ねじ込みとかじゃなくて、単にはめてるだけなので、咳するとスポーンと飛んできます。空気鉄砲みたいになって。飛んでいくとね、どこに行ったか分からなくて、部屋中探します。まあ、やれるけれども、まあ、まあ、そんな感じで、ずっとやっておくというよりは練習の時に使うかなっていうぐらいの気持ちでいただいております。今、開口ブレーキを使っている方でいいですね。そのように、どういう目的で、気管切開口を使うのか、気管切開口を保持するのかによっては、使うものがいろいろと、機械も変わってくる。で、最後に紹介したいのは、この、アジャストフィットっていうものですね。これ見たことある？初めて見ま初しめてた。見た。これはですね、この金属のコイルが内側に入っていて、くねくね曲がるんです。で、金属のコイルなので内腔は潰れないんだけども、カニューレ自体が自由に曲がる。で、なんでこんなのが必要なのかっていうと、気管切開口って必ずしも同じ形してないし、同じ深さじゃないんです。
しかしながら、周りの、普通の硬い、気管カニューレっていうのは、ほぼ同じ深さに対応するようにできてるんですね。ただ、気管切開口が必ずしも浅く作られてるというよりも、緊急性があるときなんかは比較的深く作るケースが多くなってて、で、そのため、普通のカニューレ入れると合わないっていうのがあるんですね。で、そうすると、このくねくねのやつだと、ここがですね、上下に動かすことができて、好きなところで止められるので、内側に何センチ入れるかも全部決められるんですよ。で、そうすると、深すぎる人に対しても、これ入れてあげると、よろしいところで、カフが、を膨らませればね、そこで固定されて、いい感じでカーブが来てですね、あんまり刺激をしない。で、浅すぎる人に対しても、あるいは、カーブが、こう、鋭角に作りすぎるとかですね、そういうことがあったとしても、ちゃんと曲がりが自由になるので、いい感じになってくれる。そういう、まあ、フレキシブルなものですね。で、しかも、園芸運動とかがあったときに、ほうとうが動いたときに、ある程度これ、動くことで、カニューレ自体が曲がることで、その、ほうとうが動いたときに起きてくるズレを、まあ、なんとかしてくれるということもあるので、このアジャストフィットも結構使い勝手があります。まあ、それなりに高いので、常には使えないんですけれども、気管切開口が深すぎるとか、ちょっと形が、まあ、普通のカニューレで合わないって時には、このアジャストフィットを使うってことを考えるといいかなと思っています。まあ、一般には気管切開口っていうのは、深さ25ミリメートルくらいまでというふうに考えられてるんですけれども、成人男性だと30ミリ以上の深さのケースも多い。下手すると40ミリ超えてくるんです。そうすると通常の気管カニューレ使えないんですよね。で、無理に使おうとすると、てんてこにこう曲がってるところが中途半端なところに来るので、こう、カニューレの先端が気管口壁に当たってしまったりするのでね、あまりそういうのを、使い続けるのは怖い。で、あんまり気管口壁に強く当たってると、瘻孔を作ってしまうことがあって、気管口壁の方に瘻孔ができると、気管食道瘻って言って、食道から物が気管の中に入ってくるケースも出てくるので、まあ、そういう状態を長期に放置しないということですね。まあ、そういった時にアジャストフィットは結構役に立ちますので、覚えておいてください。